小沢レイジです違うか、吉田サラダです。 We love スワローズということで、6月26日ヤクルトスワローズ対ジャイアンツ11対10で勝利しました。スワローズよっしゃよっしゃよっしゃいや、今日の勝利で11球団連続勝ち越し、おめでとうございます。大記録ですよ、大記録、すごい記録が生まれました。ヤクルトスワローズ強すぎる。いやー、今日の試合ね、まあ戸郷選手を中4日で出してきた時点でもう巨人は追い詰められてると昨日の動画でも言ったんですけども、まあね、初回スアレス投手が点を取られちゃってあーと思ってたんですけども、早い回にね、戸郷投手をノックアウトした時点でもうシーズン的にはヤクルトスワローズは今日の試合シーズン的にはね、もうあ、これで勝ったっていう感じがしたんですよ。まあ今日の試合はどうなるかわからないけど、これはもうジャイアンツに大ダメージだと。中4日できてこんな早い回にね、もうノックアウトしたら、もうそれはジャイアンツにね、すごい打撃を与えてくれたなと思って嬉しかったんですけども、そっからですよ。そっからね、スアレス投手を早い回に諦めて、支配下登録なったばかりの小沢投手、小沢投手支配下おめでとうございます。そしてですね、ノーアウト満塁のピンチから登場して支配下なったばっかりですよ。そこをゼロでピシャリと抑える。今日の試合4回2失点ですか。今日のもうキーマン MVP って言ってもいいんじゃないですか。それはね、村上選手のあのホームランがあってこその勝利ですけども、今日の試合シーズン的に考えても小沢投手が出てきてくれたっていうことはね、かなりでかい。今日ジャイアンツに勝って勝ち越したっていうのもでかいですし、戸郷投手、中4日でノックアウトしたっていうのもでかいですし、小沢投手がね、新戦力として加わってくれたっていうのもでかいですし、もうね、ヤクルトスワローズにとっていいことばっかりの試合ですよ。ただの一勝じゃないです、本当に。もう素晴らしい。いやもうね、ちょっとこんなん言ったらダメなんですけど、もう優勝決まったでしょ。今日の試合で僕は確信しました。今シーズン絶対優勝だなと。油断はダメなんですけども、今日は喜びましょう。今日のね、もう戦果を喜びましょう。はい、もう今日は皆さん飲みましょう。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、小沢投手本当に試合下おめでとうございます。そしてナイスピッチング、これからも頑張ってください。応援してます。あと青木選手状態上がってきてますよね。嬉しい。